大体暴走族の発達、精神発達の状態って大体5歳児ぐらい。5歳児って多分、3歳じゃまだ無理かな。7歳になったらもうだいぶ恥ずかしくなる。ということは、暴走族って、だから5歳ぐらいにトラウマを背負ってんの。まあ大抵は親父さんの、大抵は、ほとんどの場合それ。暴走族の場合はね。だから暴走族は18歳とか21歳までにもう切り上げんの。卒業できんねん。こんなもん。もう勝てるやん。親父に。勝てる年になったら終わんの。暴走族はね。実は。じゃあそれを超えてやってるやつっていうのはやっぱり、暴走行為、そして超安全運転、爆音行為。どっちも5歳児。とにかく自分の思う通りにならんかったら、むずがるって言うともうかなりがなる。3歳やったらむずがるかな。5歳はがなる。って立ちながら、普通の他の作業しながら、あってなる。3歳はちゃう。3歳はむずがる。ぐらい。で、幼児、乳、ああ、乳幼児、乳児か。乳児は私がもっと泣く。あれな。で、じゃあ、そうそう、普通は5歳で、おやじさんのガー、鉄拳やから。それに対するトラウマやから。だから、親父に勝てるぐらいの年齢になったら、18から、まあ、20歳前後になったら終わんねん。暴走族、飽きんねん。そういうアピールに。な。だけど、それ超えてやってると、その5歳ぐらいのトラウマが、親父さんの鉄拳じゃないってこと。大抵は離婚や。大抵はね。で、それ以外のケースっていうのは今後、非常に、分析、解析、研究で理論化されていくべきだと思います。まあ進んでると思うけど、ね、精神科ではその話よね。心理学の界隈でもね、児童心理学が犯罪心理学に直結し始めてるからね、これ有意識自体